一緒の部屋入る。図鑑わらスキル。図鑑わらスキル。は？図鑑わらスキル。一緒の部屋に。モンスターズ館の話じゃないの？いや一緒の部屋に入るから。いや一緒の部屋入らない。ほら。ランダムだね。ほぼ同時だったら多分同じとこ行くかもしれないけど。うん。うも。同時に入ってもなんか違う部屋と押されてする。そんなもんな。そういう仕様な。よくわかんないけど。メンテ焼きはなんか一部屋埋まるまでぶち込まれるから、あれだけど。どこ行った？あ、さっき密林あたりにそう緑も連れ違った気がする。左上か。なんか重いな。道歩きの人いるな。人はいません。キャラは覚えとこ。あ、境のデュアルブレード売れてる。やったよ。なんていうかなんか人がおらん。人はいないね。なんか全然いないね。うん。この時間フィールドが来ないからわかんないね。ほら。まあ、祝日ではあるけど。ワーボ入らんでいける？別にマスないんじゃない？まあいつでもいいと思うけど。あいつマンボなんてそんな人数いらないやろし、5人もいれば言うでしょ。クリアできませんでしたと。はい、で地上が優秀すぎるな。まあ無難にうまいな。一生落ちていくわ。入ろうぜ。殴りに来るけどね。入ろうぜ。ああ。これいい。何か。カウントしてくれ、カウント。でもなんか別にいつも一緒だよね、昼、これ。そうなん？ああ、昼は。3、2、1、はい。はい、と思ったさっき。これ、だって俺昼、連打してるかな？休憩なるかならんかの時間。
だから大体入ったらいつもおる ONG はおる。俺この時間と1時は絶対出てる。ただ1時の方見てないからさ、もう12時の方は見れんやけど、うん、たまに当ててない時ある。ちょっとどうしよう。サブアカやろうか。え、全部消えた。待て、これ無理やろ。経験値87とかおるな。66か微動だにしてんねんけど、ほんまに動かんの。多分緑番から 1,2 個下ぐらいまで始まってんちゃうかな、そろそろ。ここで80だった。肩80なの？もしかして。分からん。変なやつに切り取られたし、立つわ。こいつムカつくわ。復讐で飛んでいくから。しょうもない。しょうもない。しょうもない死に方したわ。飛ばへんから。あんな重ねられると思わなかった。もう一人でもナイトに隣接されたらダメだ。全部ナイトに負けてる時。パタ、レビー、マーズって。レビーはダークエルフ。パタとマーズはナイト。どっちもタイマーで殺したことあるぞ、立つわ。まずでもナイトバレットだよ。いや、殺したことある、タイマーで。マジ？タイガーあんじゃおう、でもタイマーで。タイマーで殺したことある人いないんだけど。タイガーあんじゃん。千キル。殺せへんもん。千キル2ですよね、だって。多分。千キルはしてるはずも。それ業績で見れるよ、確か。そうなん、じゃあ、うん、してないとかも。出た。だって見ろ。ちょっと持った。だって見ろ。多分クエストの業績のところにどこあるんじゃなかったっけな。虐殺者みたいなやつ。これ161クリって。もうだいぶ持ったな。これでも切るだけやろ、これ。うん、まあアシストもあるからね。俺218キルのゼロですね。はあ。装備強化とか全然やってないの。これはな、コインクや。名誉コインクや。唯一なんか死んだらモンスターに殺されたやつだから。ああ。レジェンド君かなんか殴ってて。落ちまってる。象牙で殺されたやつね。あいつめっちゃ強かったな、あれ。ね。モンス背負いながら。強くね？強い。なんか同レベルの D で勝ち出すもらんもん、だって。スタン66ぐらいで、やっと、勝負できるぐらいじゃん。サバーカー見とこ。見せるいいよな。トモテン。そうかよ。TR キルト。みんなバンパイア持ってんな。ね。気持ち悪いんやけど。よし、入れた。いつも入れるよな、アイスマンも。サブアカも入れた。はあ。そろそろ終わるな。
やばい、これどっちに行くか分からへんやつじゃん。時間ここに飛んでるやつは絶対動いてるってことやろ。ちょっとダメじゃね。もうなんだ。でもどこで借りしてるみんな。砂漠のなんか変なところで借りしたら絶対バレへんような気がするけど。なんか変なとこあるでな。こういうとこなんか小割りみたいなとこまあそこで放置するとは思うけどそわざわざするってなるけど。ちゃMLC 俺ぐらいでしょ。な変なとこでするかやったらサブキャラタンを普通にするな。稼がなあかんねん。この辺でいいや。この辺絶対誰も来えへんや。9919。ありやな。4回絶対いけると思ったけどやっぱり見に来るやな。うん、あそこ行くのもめんどくさいしな。めんどくさいな。見に行くのもめんどくさい。あの広場って怪しかったとこやったっけ。なんかそんなんだったかも。やっぱサブワーカー使ってこんなとこでこれせえよな。ゼロ一か。おらんやろ。いや、おるでしょ。俺は絶対おると思うで。俺は 100% おると思う。ゼロ一やろな。飛んだ飛んでない。飛ぶぞ。どこ？ゼロ一。いや、あそこセーフティーだから。え？あそこセーフティーゾーンやから。どうぞ。飛んでたとしても。はい。
チョコレート忘れた。あのこと遅い足。そう。絶対この足のおっさんのせいやろ。危機管理能力がなかったな。いやこの足が遅かった。それを加味してもナイトの1セルに立っちゃあかんねん、人数振りの時に。立ってませんけど、なんか5セルぐらいからスタンクラと。それはないな。いやほんまほんま意味わからんかったから、で巻き戻った、なんかヒュッて吸い寄せられたわ、なんかヒュッ。これ右左行こう。それはあれじゃないの、なんだろうか、そんな殴る場所でもなかったけど。いやなんかロックスが重いな。重いもん、常にもう既に重いもん。ロックスはね重いと思う。絶対ブルスターの方が悪い。でもブルスター多義できへんぐらい、なんかできるよ。一緒ことできる。うん、できる。サブアーカーを使ってるしな。逆にしたらいいんか。押さないのか足、やっぱりおかしいよ、遅いね。なんでや、俺の方がエンちゃん多いのに、立ち止まるの多いのに。壊れてんの。 PK でもやるなら、せめてシャドウマーキング足止めのやつ欲しいな。眠らすやついや。眠らすやつ意味ないから。あるやろ、あれあれ打って俺がスター打ったんやろ。ん、え、ちゃうもん、あれやで。結構近距離で使うからさ、うん、あれそのかかったのを見てから殴るのやめるの結構大変だよね。そうだよ、攻撃オートにしっぱなしだったらもう起こしちゃうからな、普通に。兵士として珍しいの。うん、最近ちょっと増えてきたよね。同じやつのサブなのかもしれんけど。ここ見たらさっき。超アリス飛んでこんかな。いつもいるね、なんか、うん、どっかで。すでにセクシーで時すでにオスじゃない。そうだよ。お、おるんだ。多分サブだと思う。最近なんか150日ぶりに復帰しましたときですよ。うん。
おらんぞ。あとこんな足遅い。メディアドールインしましたよ。飛んでくるかな。こうしてもいつおるな。酸素を押してみた。復讐は絶対使わないけどな。うん？復讐とか絶対使わないけど。無駄だよ。うん、ダイヤ無駄よ。ワニカンに折るパターン。メディアドールがまたインした。早く開けて。何を？キクチュ。お誕生日ケーキのキクチュ。なんだお誕生日ケーキって。ツイッターなんかお誕生日ケーキじゃなかった？もらってた？うん、NG リップ飛ばしてたやん。あれ？そうやったっけ？うん。物忘れ激しすぎやろ。病気か？もう覚えてないよ。誕生日ケーキになりました、どうも。いてててクッシャーは目の前に出てきたのでね。ドンテレしましたよ。何もおらんぞ。人もおらんな。モルヤツコーチってことは？じゃあこの時間放置してもいけんじゃん。あ、この時間みんなあれか、ゼニスクイーン行く準備するのか。ませんよ。麻雀は？麻雀終わった。圧勝した。麻雀疲れた。出てないからな、こっちは。4枚やのに10巡目で役満ってビビったわ。やばいな、これって。ちょっと待てよ。デトレもう始めて、シャカもう始めてるやん。早っ。やば。さっきまでやってやんな。うん。何にも言えへん。シャカめっちゃ元気やな。シャカ元気やな。もう人おらんな。すごいな。みんなハイナー卒業したんや。ハイネで放置して出てくれ。
経験積まれる。なんでいないんですか。サブキャラっぽいのいるけど、見たことない名前なのにアカディ系ヴァンパイアとかさ、うん、結構俺やな、誰かのサブやな。ほら、すごいな、こんなおらんもんないな、昼間。普通に深夜のおるんやな。うん、まあなんかリネー頑張ってるぜはこの時間ちゃんと動いてんやろ。すいません。あ、ワディカリとか入った。やるやん。おるんちゃん。ここは？ここすぐ敵おらんなる。もうすでにおらんや。ここで放置一生しといたのか。ヒクンに嫌いだからでも。ピピッと。ふう。ここで放置強そうやけどな、どこなんやろ、わかんない。たまたま気が向いた人しか来れないよね。まあ、ブックマークできるかなと。俺わざわざ行くと思わないもんな。でも外側から見つけてもうたらどうする。外側か中で借りしてんのを見てもうたらもう行くしかなくない。それはな、ランテレするしかなくない。未だに入れたことないよそこ。これ永久に同じエリア湧いてこれたうまいんやろけど、借りるからな、おしゃけど。ここってなんでクエ？クエ？クエかな。
だいぶ序盤の。あ、序盤ない。うん。30代か40代ぐらいじゃん。最近の声ってこと？うん？いやいや、キャラ作ってすぐの声。へえ。あったっけこんな。うん、ワニ100体とかなんか。ああ、それが心の中に飛んでおるの。そう、もともと同じとこだったんだけど、そこは囲われちゃったってだけ。どくさ。ご包丁うまいと思うけどな。まあどれぐらい放置できるかによるけど、時間的に、うん、一生放置。敵枯れんよな、やっぱり枯れるよな。その敵の枯れ方だったらなんか MLC とか適当な解散放置しようかよ。通路に出しとくというと、ドワーフとかね、試練の森の方の。あそこあかん、絶対来るやろ。ここは消えへんぞ。ここ来たらでも大したもんじゃない。そやな、ここまでサーチしに来たら大したもんやな。大したもんや。強いってなる。アリアナ行くのだけでもすごいと思うけど、アリアナ行くやつやばいよ。一時期1から4の一番奥まで行ってたけど、歩いてめんどくさくない、あれ。めんどくさい。知ってるやつだって知らせがある。絶対枯れるわこれ。検証しよう。もしかしたら誰かおれへんかな。うん？結構広いんやな、この囲われたとこ。うん、めっちゃ広いよね。でもなんか普通の人も一回おったけど、もうだって人おるわね。まあたまたまキャラ作ったんじゃない。まあ作ったんかな。ビビった人おると思って。ここにドーペボスわけへんでな。その柵の中にはわかないと思う。ここに湧いたわ。きついな。そこ高レベルカリバに変わったら結構きついボス出るはず。このダークライトみたいな。どうなってた。だから経験値カリバーみたいなとこやろ多分。すげえ敵おらんなと。これが外やったっけ、見えんのか。
当に見てない時用やな、ここ、うん、見てない時でもここは嫌やなって聞かれるから。怒りもないんかな。ない。普通のワニカニか、やっぱり。カニだけ出たらうまいんやけどな。ワニいらんわ。初期なんかめっちゃうまかったけど、うん、そうでもないな、やっぱり初期はレベルも装備やね。もうエルモア、エルモアの木のとこを借りしやすいよ。ちょうどいい数枠。あら、ペコリーナあったわ。どこ？あそこ。TV の6階。TV の6階は見てるやろ。うん、ポテト。え？いつもだいたい決命のクエストあるから飛んでこれるんです。そうなの。うん、7回とかがよくあるから7回飛んでいいか分かるだけ。それいつも来てる。7回出待ちされたらどうする。7回に敵でやることなかなかないよ。ランデできなかったっけ。ランデできない。あんま敵もらんかったよな、しかも。エルモアちょびちょび出たらうまいのにな。ん？やばいし、エルモア。うん。ちょびちょび出てほしいよ。これぐらいずつでいいよ。ウイズ来たらガッツリ減るよな。エロマビル強いね。MR100 ないかな。雪山終わったら嫌でもエルモアで返しないといけないから。
そうな。うん。いやまあ面倒くさいな、敵の数が少なすぎるわ。エルボアのやわさでハイネぐらい湧いてこいでいる。うん、もうちょっと軽く押さえてほしいな。足こそないかやっぱり。しゅ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 。多いな。めっちゃ多いやん。どこかはめるとこない。なんでテントの中とか。テントあるほう。シュッシュッシュッ。テントない、なくないこれ。開いてないき、黄色とこ行けたよな、たぶん。どうしておるん。これ今人おったら。やべ、眠すぎる。寝るか。ちょっと寝てこうかな。カントランテル間違えるぐらいの眠いな。へぇ。これうまいかもしれんけどめんどくさいの。いちいち入んの。あっちは12時半。一時ローアブド行きたいな。ハボ別にいいんだよな。そんなキャラいっぱいやってないから。うーん、700ですよ。ん祝福700やぞ。でラストは取りたいよ。何が、なんて図鑑。ああ、ラストタックね。この経験値の上がらなさ、無理やろ。もう今日80いくな、みんな。怖いわ。
エルか。試練ダンジョンだけやっとこう、エルフの。エルモアみたいな敵増えてほしいよ。待て。エルモアみたいな敵増えてほしいよ。銀特攻の。てかエルマを狩れるようなスペックになればいいんじゃない？狩れますけど。さあ解決するじゃん。多分ハチボックスはいけそうないけど、それ以上になるやんこれ。それが辛いな。近接だけならボックスいけるけど、ウィザード来ると無理だな。似せるやろ。うん、似せるっていうか魔法来ると無理。あれめっちゃ痛いなウィズ。めっちゃ痛い。なんか知らんけど。ミズリングか。エルマでも結構みんな買ってんねんな。うん。79になったら多分リングフリーで MR100 入れできるから。79ですか。それでミズリングしていけるかな。感じですね。無理やろ。寝よう。